ラファエレデロサは、イタリアナポリ出身のオートバイレーサー。14歳の時にレースを始める。イタリア、スペインの国内選手権、ロードレースヨーロッパ選手権等に参戦した後、2004年のイギリス GP で負傷したライダーの代役参戦として、ホンダのマシンを買って、ロードレース世界選手権 125cc クラスにデビューを果たす。2005年には、 マッテオーニレーシングからアプリリアを買って 125cc クラスフル参戦を開始。13ポイントを獲得してデビューシーズンをシリーズランキング23位で終えた。2006年はマルチメディアレーシングに移籍。パブロ・ニエトとバンサン・ブライアールをチームメイトに迎えた。このシーズンはシリーズ16位に入った。翌2007年も同チームに残留し、 ドミニク・エガーターのチームメイトを務めた。開幕戦カタール GP と第3戦トルコ GP で4位に入り、またファステストラップを2回記録するなどの活躍を見せた。2008年はアンヘル・ニエト・ジュニア、引き入りオンで2戦チームに移籍し、再びパブロ・ニエトをチームメイトに KTM のマシンを変えることになった。第6戦イタリア GP では自身初のポールポジションを獲得するが、 シーズンを通して転倒やマシントラブルが多くシリーズランキングは18位に終わった。2009年でロサは 250cc クラスにステップアップを果たしチームスコットで青山博和のチームメイトとしてホンダ RS250RW を変えることになった。開幕から安定して上位でのフィニッシュを続け第15戦オーストラリア GP では クラス初のポールポジションから初表彰台となる3位を獲得、最終戦バレンシア GP でも3位を獲得し、前年度 125cc クラスチャンピオンのマイクディ・メッリオを上回るシリーズランキング6位を記録、見事ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。2010年は 250cc クラスの後継となる、元2クラスに、テック3チームから高橋優希のチームメイトとして参戦した。 しかしこのシーズンでロサは全クラス通して最多となる22度もの点灯を喫してしまいポイントを獲得できたレースはわずか4戦年間ランキングは27位にまで沈んだ2011年シーズンはかつてのチームメイトであるパブロニエトが運営するスペインの G22 レーシングに移籍森脇のシャシーを借ることとなったしかし開幕から4戦連続のオーポイントという 成績不振とスポンサー獲得のためにスペイン人ライダーが必要というチームの台所事情から第5戦カタルニア GP を前にカルメロモラレスにシートを奪われてしまった。ありがとうございます。